ジャンプ未知の世界へ飛び込んだ道を乗るんで湿地で吐きこく切ったるまで止まらない、なんか次のトライへまた飛び込みにおいで Hide your listen to me ガチのゴー Rebel Mission。 皆さんおはようございます。歌で七福届けます、セブンズ TV VTuber の七福あかねです。おはようございます。おはようございます。前回のセブンミッション4お疲れ様でした。お疲れ様でした。以前の動画でも触れましたが、本日は七福さんに次のミッションセブンミッション5をやっていただきたくお呼びさせていただきました。おお、ついにセブンミッションも5回目になるんですね。いや感慨深いな。あれから私浅草寺にお参りに行ったりなんかして運気も高めて準備万端です。よっしゃ、ごらん。まずはこちらをご覧ください。セブンミッション5とは七福あかねに新たに課されたミッションである。今回は事前に用意された7個のミッション、または機種ごとに指定された機種ミッションのうち7個を達成するとミッションクリア、報酬として七福あかねの MV 制作が約束される。引き取る力でミッションを達成せよ。おー、ミュージックビデオ無限に欲しすぎる。それでは改めて私の方からルールの詳細を説明させていただきます。はい。今回のセブンミッション5は全てホール実践となります。そしてこちらに表示されている7個ある通常のミッション、または機種ごとに1つ指定される機種ミッションの中から合計7個達成することができればミッション達成となり、報酬として七福あかねオリジナル楽曲の MV 制作をセブンズ TV が約束いたします。機種ミッションの内容は台を取った際にお渡しさせていただきます。また1日に複数のミッションを達成することも可能といたします。MV はすごく喜ばしいことなんですけど、なんか全体的にミッション難しすぎませんか？それでは早速実践していただきたいと思います。あー、いつもの感じですね。予想よりもはちゃめちゃに難しいミッションの予感がバシバシ伝わってくるんですけど、とにかくやらないことには始まりませんね。それではセブンミッション5、今回も達成して新しい MV ゲットできるように頑張りたいと思います。それでは実践パートへゴー。おはようございます。セブンミッション5運命の初日、本日はガーデン北戸田さんに大変お世話になります。まず1番引いて、余裕のよっちゃん鈴けいか、好きなもんやりたい、アバウト150人超え、初日負ける気がしません、行くぜ。知らん数字しか並んどらん、誰？おはようございます、お願いします。もっと楽しすぎる方へ。よし、本日99番、これは運命に導かれたと言っても過言ではありません。伝説の桜の木の下、そう、あなたに会いに来ました。オス番長4、今日私はあなたと結ばれます。おはようございます、セブンミッション5初日ということで、私七福、運命の男、オス番長を着席させていただきました。まずあなたに触らないと何も始まりません。セブンミッション5、通常のね7つのミッションの他に機種ごとのミッションもございます。オス番長4機種ミッション預かってまいりました。じゃん、味のある字だね。それではオス番長4ミッション何ですか？じゃん、絶頂、あ、絶頂を引け。あ、いいですね、このね、びっくりマークもちょっと味があってね、大変いいかなと思いますわかりました、今日こそ引きましょう。ケイシロウさんに会いに行こうね、トドロキさん。オス番長4、トドロキさん、対戦よろしくお願いします。ここは決めないと番長4はお話にならないから、マイゲームチャンスベルでもいい、チャンベ。しまったね、ナムさん、もう今引くな。とどろきさんと結ばれると思ったんですけどね、さすがにね、ここまでやってきたらさすがの私も分かることがありまして、番長セブンミッション向いていない説、私が番長に向いていない説はちょっと認めたくないから一回忘れるとして、だからマジで嫌ですけど、一回ね、彼のことを忘れるべき。
悪い男に捕まっていたとそう思うべき。うん、さよなら番長。うおおおはようございます。セブンミッション52日目、本日は新ガーデン西浦和店さんに大変お世話になります。初日は轟金剛という男にもう完膚なきまでにズタズタにされた。多分この恋は一回忘れた方がいいということで、本日は出会い中をします。それでは抽選待ち。抽選人数およそ15名、私本日こそは一番を引く器、それに足る女であること証明いたしますわ。お嬢様抽選なんでや。おはようございます。お願いします。くんかくんか匂うぜ。美少女の匂いがする。君かわいいね。 LINE やってる。え、インスタか。リゼロから始める世界生活シーズン2やるぜ。おはようございます。それでは本日はリゼロから始める異世界生活シーズン2やっていきたいと思います。まずは機種別のミッションの発表。リゼロ2機種別ミッションは、はい、超強欲ラッシュに突入だと思います。上位の AT ですね。こちら突入すればミッション達成です。それではリゼロから始める異世界生活シーズン2対戦よろしくお願いします。ここから始めようぜ。本日のカスタムはリゼロ2期見終わりましたのでベア子にいたしました。え、ここ座っててマジ可愛い。なわけで便宜上リゼロ2と呼びますが、こちらのリゼロ2で理論上達成可能なミッション、1日に3回天井到達、20セットを継続、そして一撃5000枚、そしてロングフリーズ。この前ですね AT 間1300ゲーム回すとロングフリーズが見られるんですよ。そしてサマイプラス1万枚以上、結構いろんなミッション達成できる期待はあるんじゃないかな。私寝台初日にこちらのリゼロ2打っていて、その動画ご視聴いただいた方は分かると思う。あまりにも過酷な一日だった。私はあの上位 AT に突入できない苦しみを知ってしまっているがゆえ、大変なミッションなのではというふうにも思っております。はい、通常時はこちらの台基本的にここのポイントを貯めてそのポイントで当てましょうという、もう単純明快、本当にそれだけ。レアな役を引いてチキチキ浮き合戦でいっぱいポイントももらって、なるべく早く規定ポイントに到達いたしましょうということです。はい、では発展です。今ね82ポイントなんですけど、リセット時はですねどうやらポイントがなんかランダムでプラスされてたりするらしく、100ポイントの前兆なんだと思います。黄色、おっと組んで発展。おう、わー強て。はい、あー下はゾクゾクしてマンガナ。では投資4000円、ゲーム数ポイント一緒です。102ゲームでナイスウィン。こんなに朝一早くていいね。よし、デリリーンデリリーン殲滅ラッシュ。それでは殲滅ラッシュです。こちらまずは10ゲームの、まあ、いわゆる準備期間みたいな AT で、純増は 9.0 枚、レア役を引くとセットストックを抽選してくれております。ちなみにナビボイスを前回の分で新しく出ていたスバル、オットをガーフィールにしてるんですけど、会話してんだ。うわ、ガーボー。え、お前、え、は？はすごい、男と男の巨大感情の話してる今。え、こういう楽しみ方もできるんだ。はい、ではラスト殲滅ラッシュの10ゲームが終わりますと、この後大ウサギ殲滅戦という8ゲームの引き戻しに入ります。ここは色のナビが来ないので順増は4枚になります。はい、それでは告知はバトル告知。ベルが揃ったら継続のチャンス、そして左側のこちらが殲滅薬となっております。この赤いのが光ってるんで、今回の殲滅薬はチェリー、弱チェリーを引くと 50% で超強欲チャレンジがついてきます。強チェリーの場合は超強欲ラッシュ濃厚なので、ここから先に強チェリーを引けば機種別のミッションを達成できます。今からの8ゲーム間に819分の1の強チェを引くが、
この8ゲーム間に己の全てがかかっていると言っても過言ではありません。ちなみにここ2択のナビ、エミリアタンかベアコか、その2択が来た時成功すればベルが揃って継続確定。2択、この間エミリア一択しました。2期を見終えたわけよ。見終えた結果ベアコも本当にいい女。今日はまずベアコでいきます。ベアコ頼むぜ。ダメや。はい、ナビを出すんじゃないよ。駆け抜け終了です。画面はデフォルト。はい、やはり愛を疑うのは悪いことだということがよくわかりました。ではですね、上がちょっと門によりしてると思うんですけど、 AD 終了後32ゲーム死に戻りという引き戻しがあるので、スバル君に死んでもらう。ちなみにこの死に戻り設定差があるそうなので、たくさん死んでくれたら語弊がありすぎるけど設定はいいかもしれない。なさそうか。はい、33、この流れはないということで駆け抜けでございます。AT の駆け抜け後は次の天井が1400ポイントまたは1000ポイントの1対1の確率になるとのこと。チキチキラムチ。あれ、なんか赤くなった。200のポイント台がもしかしたら当たってくれたりするのかな。ラムチ、センキュー。はい、では投資が少しだけ増えました。5000円。上のゲーム数142ゲーム、おそらくこの200のポイントで当たってたということですね。いくぜー、2回目殲滅ラッシュ。ええ、ちょっと待って、枚数も教えてくれないことある。2回連続駆け抜け、お前は枚数を表示するにも値しない女であるとこの子に言われました。だよね、今324。あら、もらいましたね。え、かわいすぎない、マジ。はい、はい、では投資が7000円、300のポイントで当たりました。今のところかなり早い段階で当たってくれているので健康状態は良さそう。リリリー、本日3回目、殲滅ラッシュ。お、なんか引いてる。え、お茶集めかな。お茶集め、ストックがあります。あかー、ありがとう。最後の運命をつかめリアライズ。よし、継続は確定してる。え、待って、引いとるんやんけ。ほい、わお、ちょっとしょんぼりもしたけど、でもこんなんなんぼあってもいいですから。さて、何チェだ。ヨチェ、どうですか。おお、あったー、貯金。 OK、 これで貯金2個です。それではネクスト、ゼロカラージャッジ、継続の中身が何か教えてくれるところですね。ちなみにこの次のゼロカラージャッジ中にレアな役くんを引くと、その引いた役に応じて恩恵があります。なので次このゼロカラージャッジで何か引くのははちゃめちゃに大事。引いてない。さあ、悪くないかしら、2000名。それでは貯金がまだあるのでこの次は継続確定しております。さて、それでは貯金を使い果たしました。3戦目です。貯金は大事だよ。お、貯金の有用性分かってきた。さて何ですか。スイカ。さあ何色出る。青かー。はい、あ、でもステージアップした。ワンチャンあるかもぐらいです。はい、あーらー、おー、チャンスね。貯金ができました、ありがとう。とりあえずは一旦心落ち着いたわ。はい、もう貯金はない。おそらく1個前で引いたスイカではさすがに貯金もらえていないと思う。そのつもりでいかないとダメ。スイカ、おお、引いてる。え、分からんけどチャンスアップしてるからこれは貯金がもらえます。あー、ありがとう。はい、うん、はい、この5000目5の区切りのところでは択当てが発生しまして、色と押し順のナビで8択ありまして、そちらに成功すると継続または超強欲チャレンジが 50% でもらえる。右にエミリアタンを、逆でいきます。失敗してる。
うわーマジでなんもない。引いて、もうやー、トータル641枚、大崎殲滅戦5戦目で終了。私セブンミッション5初日で番長にズタズタにされたじゃないですか。このリゼロの寝台初日もズタズタにされたのね。この間撮影じゃないお休みの時に番長5を打ってぐちゃぐちゃにされたの。最近本当にボコボコにされすぎて私は悔しい。今日こそはね、私がこのリゼロ2をぐちゃぐちゃにする。見てろよ大都議拳。呼び捨てにしました。これは便宜上です。ご了承ください。頑張れパク先生。パク先生、あーかわいそう。あー君のためになら何だってなれる。いやパクさん夢女なってまうよね。こんなね、え見やったらそりゃパク先生のこと好きよ。では本日4回目殲滅ラッシュいきましょう。よし、信じる者はエミリアタン君だけ。オッケー、そういうことなんだよな。では継続。ロスト、おお引いてるね。これさ多分次引いてた方が良かったんじゃないか。ちなみに何チャンス目、うん、まあなんかあのまあまあまあいいか、まあまあ大崎殲滅戦、おー2個だ。殲滅薬を引いていなさすぎる。ということは逆説的に引けるはず。引いている。さあなんだ、待って、チャンス目または3枚ビルで継続をもらっているのどっちかだな。これあ継続確定です。よし、まずは一安心だけもらったわ。はい、殲滅ラッシュ。本では4戦目。うわ、なんでここで引いてんねん。まあ、継続できればいい。継続して機会を得る。ヨマチェ、何色？緑ワンチャンあります。継続ってありがとう。いや、私ね、これこの間も打って思ったことなんですけど、絶対に8ゲーム間になんか引くのマジかなり結構難しいから、とりあえずは継続させていくうちにワンチャンを狙う、そういうことだと思います。真ん中エミリアタン、右左はずれー、ザコ二択来ない。二択は、うわー女選ばして、二択、うん、ことごとくダメかもしれん。ラストにチェリーを引く、上にびっくりが出る。はい、出ない。違う、それじゃない、それじゃないって。大詐欺殲滅戦終了。トータル823枚。はい、今死に戻り&200の前兆なんですが、幼女エミリアタンなのでワンチャンあるかも。お、チャンスアップあるのかい。ペアコー、目めっちゃ可愛い。ありがとうございます。殲滅ラッシュ、うん、回数はさすがにリセットされてるだろうな。とにかくすごい早く帰ってこれてよかった。ラスト、おーちょっと待って、男風呂だわ。私の脳に直接訴えかけてくるよ。何これ、ない。1317枚獲得。大崎殲滅戦4戦目で終了。背景男風呂、こちら高設定期待度アップ。でも初めて私デフォルト以外見た。男3人のさ筋肉のつき方がちょっと違うのが見られるのはいいですね。意外とさオットー君も筋肉があるんだよね。可愛い顔してちゃんと筋肉のある男、平気です。お、暴食さんの方、うわー、すばらきゃ、絶命ありがとう。このスバルキュンの命が失われたことに感謝するの、いろんな倫理的に良くなさそう。おお、高果てからね。エミリアタンで挟みます。はい、正解していく。天才か。こちら正解しましたので 50% で継続または超強欲チャレンジがいただけます。結果はおそらく後ほど。さっき
きの宅当て分ございませんか。お願いします。なあ、もらえ。え、全長じゃない？何？あ、石田明。3段階目だ、珍しい。これじゃ死に戻りじゃなくて100のポイント台かな。チャンスアップ。さすがにありよりはべり、今そがり 1000m ラッシュ。この手はエミリアタンとお揃いの手。痛かった。お、ベアコ確地です。よし、それではまずは継続確定。俺の心の真ん中にいつでもエミリアタン。スバルくん、そうだろ。オッケー、あいだー。では継続確定。ドン。おし、エミリアタンとそしてベアコも掴む。いけ、よーし、ナッキスバル、よくやったー。いいよな、両方手にすりゃええんやから。はい、では貯金使って4戦目です。ちょっと静かすぎないか。涙さんでくれ。あ、待って、これ復活の期待度アップなのでワンチャンにかけます。まだ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 、よかった。よーし、では5戦目、右ベアコ来たか。正解。もしかしてうますぎる？嘘だろ、これ8択やで。持ちメダルが2000枚を超えました。プラス2400枚でエンディングに行けると思うんで、あとどんくらいかな、もうちょい続けたらエンディング見れると思います。聞け。うわー、マジか、ロスタイム。うわー、終わっちゃう。あ、通る。これはさすがに宅当て成功や、ありがとう。タエの6戦目いきましょう。ミッション達成の大チャンスよ。エンディングまでまず行く。落ち着いて、大丈夫、聞けるよ。2択。あー、ない。ちょっとオカルトをしてもいいですか。みんなはじゃんけんってやつを知っているかな。じゃんけんってグーとチョキとパーの3択なんだね。ここも3つしかないんだね。ということは3択、これを当てることによってチャンス目を引き寄せることができる。男なら黙って拳だ。じゃんけんグー。いけ。うん、ちょっと思ったのと違うけど、これはエミリアタンです。なぜなら男はエミリアタンが好きだからです。あい、あいだ。ほら、それ見たことか。じゃんけん最強。よし、では7戦目。今2200枚あるんで投資が300枚くらい、だから2700枚くらいまでいったらエンディングのはず。見たいよエンディング。私リゼロ2期見て急激にハマって、急激にピクシブも見てるからね。それぐらいハマってる。この気持ち届いて。おっ、思い届いている可能性ありけり。チャンス目、そしてチェ、どっちでもいい、継続だ。まずは2択、ベアコいきます。これで半分、お願い。2択。あー、すげー。チャンス目、チェリー。2択。ない、追い詰められた。やるしかないか。男はグー。涙さんでくれ、本当に。大丈夫、まだロスタイムがあります。じゃんけんもロスタイムがある。じゃんけんには何度でも挑戦していいというルールがある。じゃんけんポン。やばい、大変、大変って。大詐欺殲滅で7戦で終了、2190枚。チャンスアップなし。はい、死に戻り、そして200のポイントの全長両方なし。いや、かなり惜しいとこまで行ってたんだけどな。今2200枚ほど持っている状態で投資は300枚。早い段階で殲滅ラッシュに変えれればエンディングはまあいけるな。とにかく早いところで戻っていかないとこのチャンスを逃すことになります。
はい、やっとこれで天井です。持ちメダル上のカウンター692ゲーム1431ポイント、まあ、平均から考えると早い方ではあるけど1000枚ぐらい使いました。はい、やめて。大下げ殲滅戦4戦で終了464枚。本日8回目、行きましょう。世の中甘くない。本日9回目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回目。はい、お疲れ様でした。11回目。このマジできない。ほい、お、いけるで。ふう、持ちメダル残り540枚。上のカウンター391ゲーム436ポイント、殲滅ラッシュです。では12回目、殲滅ラッシュ。気づけばね、残り500枚とかなんですよ。どこに行ってしまったんだ。私がもたもたしているからこんなことになってしまってる。では殲滅薬チェリー。殲滅薬を引けなさすぎている。大ウサギ殲滅戦下手くそ芸人。そんなもんはもうやめる。行きます。え、何、今の初めて見たよ。え、本当に大ウサギ殲滅戦下手くそ芸人をやめたかもしれん。チェ、頼む、つよチェ。ちなみにここつよチェなら超強欲ラッシュ確定です。ミッション達成になります。行くよ。よーまち、まあでもよ、継続確定プラス 50% で超強欲チャレンジがついてます。あなたに精霊の祝福。え、この世界であなたに精霊の祝福がありますようにというのは最大級の祈りの言葉でございます。ということは超強欲チャレンジさすがにあるでしょ。行くぞ。来てるのでは。ロングショットが流れて、なんなら超強欲ラッシュあってもおかしくないのでは。ミッション達成の大チャンス、こんな急に来ると思わなかった。少し掴みかけた希望がさらに遠くなって、ずっと苦しかったから、ここで絶対に掴む。絶対に達成する。引いてはない。さあ中身は。え、中身めちゃめちゃ普通じゃない。大丈夫。あった。さあなんだ。うわ、ようやく来られました。12回目の殲滅ラッシュにて初の強欲チャレンジ。夜7時よ。はい、こちらは5ゲームの超強欲ラッシュ突入をかけたチャンスゾーンでございます。全役で抽選をしておりまして、突入期待度は 50%。 レアな役を引くと超強欲ラッシュに確定で突入します。信頼初日、初めてのチャレンジで失敗してるの。ここ通してミッションを達成しよう。行くぞ。生き殿さん、対戦よろしくお願いします。頼む。お願い、スバルくん。相手どう。お願い、来た。これマジで押します。あ、に行くことは決まっているのですが、その前に最初に枚数を決定するおねだりフレッシュというところに行きます。5ゲームプラスアルファ、毎ゲーム成立役に応じて枚数をくれまして、上乗せの期待マスは約800枚。えげつない。さあどんな感じ。おねだりフレッシュ、フレッシュ、リフレッシュしましょう。エミリアさん、そんないけません。大丈夫。さて、いくつ。お、100枚。美味しいですよね。え、フレデリカさん、本当にやばい。エロゲ、
ジゲームレバドンでこの後ろにゼロがついて桁を増やしてくれるっていうゼロから乗せってやつもあるそうです。いきます。いかなかった。ポカポカちゃん、べべべべべあこ、え、髪の毛かわいすぎる。え、は、え、何その声は。に、210枚なの。はい、ないね。うん、リフレッシュしましょう。リフレッシュかっこ意味深。え、もう何言われても意味深にしか捉えられない。助けてほしい。ない。ポカちゃん、いくついくつ。170。期待枚数800ってたけど今だいぶ下振れてないか。どうですか。 はい、100枚。はい、ここから先は公約を引き続ければ一生終わらないのでとにかく引き続けよう。行くで。あるね。わー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 。100枚嬉しい。まだいけるよ。いけ。大丈夫ですか。まだ、いっ、あま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 あ。ということで結果は730枚です。さあ超強欲ラッシュ、どんなとこなんだい。うわっ、すんご。はい、こちらの超強欲ラッシュはですね、純増は変わらず 9.0 枚、上の3枚数消化までは終わりませんと。レア役またはこの左のパネルアタック、こちらで上乗せを抽選しております。上乗せ当選した時は全部3桁枚数、かなりえげつない。そしてレアな役はチャンス目または通用チェで確定で上乗せでございます。ちなみにこの左のパネルアタックはですね、もう本当に書いてある通り、この押し順のベル、該当したものを引けばどんどん開いていくという感じになっております。どうやら初代もこんな感じだったらしいので、懐かしい人は懐かしいかもしれない。機種別のミッションはもう達成しましたが、一撃5000枚、サマイスプラス1万枚、この2つガチで狙えると思う。ここの枚数1万とかいきたい。はぁ、あ、こんなあんの。5000目のやつと同じか。8択だ。あ、これよく見たらペテルギウスさんじゃん。エミリアタン右。終わりか。挟むけど終わりか。動くなかったか今。なんかもうちょっとあっただろう。引いて。やっちまいました。え、やっくさ、あ、これ口にしちゃいけない言葉だけにもする。はい、あっ、あ、初めての超強欲ラッシュ駆け抜けました。ではネクスト強欲ゾーンでございます。今から行く強欲ゾーンはこの超強欲ラッシュの引き戻しゾーンになります。成功期待度平均 50% ほど、さっきの超強欲チャレンジと同じです。これを一生やり続ければ一生終わらないということです。強欲ゾーン、強欲だね。はい、キドナさん大変うるわしゅ。さあよろしく頼むわよ。あれ、私また何かやっちゃいました。それでは見ていくぞ。わあ、スイカ本当にありがとうございました。え、そうだよな。え、次レバードンか。次レバードンだよな。じゃあほい。あ、どんな感じで出てくるの。あ、ここでこういう感じ。あ、じゃない多分。あ、どうなんだ。不安な気持ちにさせないでほしい。え、そうだよな。あ、そうだよな。あ、はい、え、はい、あ、最後に出してくれるとか。はい、いやラストだもんね。絶対ここで押させてくれるわ。さすがに、さすがに。あ、本当か。エキドナさんどうした。はい、え、は、はい、この子は、え、はい、もうここまで来たら、お待たせしすぎたかもしれません。ありがとうございます。ヒュー、失礼、つかまつる。ありがとう。よし、
すぎるな。まつげも触っとこ。いくぜ。おねだりフレッシュ。さ、エロゲやるか。おかちゃんかわいいのだわ。ペトラ、そんなダメだわ。ちょっとペトラはそんな目で見れない、ごめんなさい。本では100枚。続きはどうだ。お、まだあるね。ポカちゃん、ワン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 、230。まだいけるよ。はい、大丈夫。やめて。はい、うわー、700枚。はい、パネルゲット。ラスト。お、え、なんか引いてる？まさか。はい。あ、どういうこと？パレプレード。フレンド。お願い。相手、溢れた。超豪華プレゼント。こちら上乗せ以上でございます。このルーレットで何くれるか教えてくれるという感じですね。おお。荘厳だね、そりゃまた。はい、お、上乗せ3桁以上です。さあ、いくつ。100枚。まあ、でもこちらの超強欲ラッシュ中、上乗せをしますと次ゲームにリプレイを引くと魔女フリーズという上乗せを2から10倍してくれるものに当選いたします。リプレイは 7.3 分の1。オリプレイどう？違ったわ、違ったな。なるほど、スバル君の俺は死に戻りしての瞬間のあれね。いいな、あれ。はい、それでは上乗せ100枚のみで終了。大丈夫、さっきと同じことをやれば良いのです。行きましょう、強欲ゾーン。ここで奥義出すか。じゃんけんグッ。はい、きたわ、じゃんけん最強。拳しか勝たんのよ、この拳でやってきた。やった、このエロゲまたやれるん、最高だぜ。おねだりフレッシュ、ゲーム化してくれ。さっき桁上乗せした後の後ろに0つく1桁増えるやつの超高確率中。ゴシゴシ。それではまず50枚。だとしてもこれ500枚になる可能性が無限に存在してる。 EMT いかない。でも5ゲームの間ずっとあるってことでしょ。エミリアタン、私と一緒におかしくなろう。待ってくれ、このゼロみたいなやつはゼロから乗せをしてくれるかもしれへんということか。はい、50枚どうですか。どう、本当に。500枚入籍しました。これがエンゲージリングだ。おしゃれすぎんか。一生幸せにするわ。ありがとう。どう？ない。120枚。これ後ろゼロついたら1200枚だからね。月が綺麗ですね。違う。あわあわだ。はい。レアコ。レアコ。200枚。あ、チェ引いてるから200枚なのか。なるほど。ヤマチェ、どうなんだい。もう一回やろう、マジで。うん、そうしよう。それでは970枚でスタート、いくぜ。
適用されるの。ありがとう。私の全身が癒されたわ。はい。あ、なるほどね。あ、ミッションクリアする。ミネルバちゃんのやつ。あ、はちゃめちゃです。それでは1940枚で開始。人生最高枚数よ。え、こんな急にくれる。ちょっとこの台ヤバすぎるのでは。頭がおかしくなるよ。でもここで満足してないので、全然時間とか計算できてないけど、私に出せる最高速度でいく。真ん中にエミリアタン、左右来た。上乗せです。100倍からの 7.3分の1。 リプレイを引くだけの簡単なお仕事。マジョリーズ200枚にしてくれました。さっきのやつもじゃあこれだったから、やっぱマジョリーズに近いやつだったんですかね。うなりフレッシュのやつ3000オーバー。1940枚も笑ったのに全然レア役が引けない。強レア役の1個ぐらい来てもいいと思う。どんなことある。ないな。ない。やばすぎ。宅当てで200枚だけもらいました。え、私の引き雑魚すぎ。その分強欲ゾーンで引くために生まれてきました。それでは行きます。強欲ゾーン引け。強欲ゾーン引きました。初めて見るパターンじゃない、こんなんあんだ。ほい。本当にありがとうございました。ちょっと超強欲ゾーンがうますぎるかもしれない。手に振動を受けちゃうか。どうも。はいはい、では4回目エクストラを祈ります。おねだりフレッシュ。おねだりフレッシュ。どう。うん、普通です。仲間いい。あー、どうだ。え、バーを狙うのかしら。これ揃ったらエキドのアタックです。めちゃくちゃいっぱいもらえます。はい、頼むぞ。来ました。ありがとう。111枚ずつ上乗せしてくれます。いけ。あ、おかしくなっちまえ。よかった。いくぜ。いいよ。あー、すごい。もっとだよ。 OK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 。 上手上手。仮面ライダーファイズ。ファイズにはならんかった、ごめんなさい。興味深いね。すごい面白いです、見てください。終わらないで。では894枚獲得で参ります。4000オーバー。あと1000枚。これでパネルがいきます。緑上乗せ以上。さあどうだ。赤チャンスね。8点。3ゲーム以内に強欲フラッシュを発生させろ。ほい。うわ、ちょっとこれ最高かもしれない。さあではルーレット。なんだ、一撃5000枚以上確定させない。何枚。よし、まずは100枚。 7.3 分の1。マジョリーズ ないんだな、これが。まあでも100枚でもね、近づいた。よし、ここも当てるよ。エミリアタン。はい、正解。ナイス。マジョフリーズ。俺は死に戻りをして。ない。一撃5000枚まであと200枚ぐらいあればいいか。手が届くとこまで来てる。あと1、2上乗せで一撃5000枚が確定する。ほい。チャンス目お願い。チャンス目上乗せ確定。200枚以上あれば OK。 頼むで。はい、上乗せ。さあいくつ。100枚。刻んでいくね。一撃5000枚まであとわずか。 7.3 分の1。お願い。ないのか。あとちょっとな。え、そして持ちメダル5000枚突破。え、私動画上で最大獲得枚数だ。ここまで来たからには一撃5000枚も達成する。頼む、あとちょっとなん
り150枚。ひーたけるマジで残り50枚切った。やばすぎる。こんな枚数で終わりたくない。やばいって。4940枚ぐらいで終わろうとしてる。嘘だろ。はい、うわラスト。延命どうですか。しくしくだよ。こんなの泣いちゃうよ。延命してくれ。いや待って、さっきから強欲ゾーンとても上手ってことは、強欲ゾーンを成功すれば絶対に次5000枚いけるってこと。強欲ゾーン成功すればいい。3度あることは4度ある。強欲ゾーン大丈夫、成功期待度は 50% あるんだもん。頼む、お願い。最初はグー、じゃんけんグー。ラスト、いける、いけます。いけてない。トータル4938枚で終了。一撃5000枚達成ならず。戻せば超強欲ラッシュに帰ってこれる。スバル君には死んでもらいます。私のために。33、締めないで。死に戻りなし。それでは死に戻りもありませんでしたし、時間も10時前なので本日こちらで実践終了にしたいと思います。ということで、セブンミッション5機種別のミッション、 D0 から始める世界生活シーズン2、上位 AD 超強欲ラッシュに突入するミッション達成でーす。一撃5000枚は本当にマジで本当にあと一歩届かなかったんだけど、まあ一撃5000枚は後の楽しみに取っておこうかな。へへ、鼻こす。それでは本日の主旨、投資7000円、やばすぎ。回収5427枚、予定プラス5105枚。やばすぎー。やばすぎ。はい、ではもう夜も大変更けておりますので、急いで帰りたいと思います。ウキウキな感想ももろもろはエンディングにて。それでは本日もお疲れ様でした。リゼロ2対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。2日間で番長4軍リゼロ2さんを実践しまして、機種別ミッション超強欲ラッシュに突入するミッション達成でーす。悲しいかな、番長のことはしばらく忘れることとして、リゼロ2は耐えて耐えてようやく超強欲ラッシュに行けました。超強欲チャレンジのあの門の先に、おねだりフレッシュという天国があったんですね。突然とんでもない枚数が出てきたり、それを魔女フリーズで倍以上にできたり、枚数的にも視覚的にも凄まじい破壊力で癖になってしまいそうでした。セブンミッション5始まって気合も十分なのですが、難易度がやばすぎ献身ですね。今回は機種のミッションでなんとか達成できたので、まずはいろんな機種で達成を狙うのがいいのかなと考えています。一撃5000枚まで本当にあとちょっとで、少しだけ残念だったんですけれど、それは次回の楽しみにとっておきたいと思います。それではここからは前回のミッション動画にいただいたコメントにお返事をさせていただきたいと思います。新衣装おめでとう。展開的にはすっごく大変だったはずなのに楽しく打ってるのすごすぎ。未定だけど確定だから2年くらいまでなら待てる。終始はセブンミッション4を応援ありがとうございました。新章鋭意制作中なので、一緒に楽しみに待ちましょう。終始は考えたら負け、解散。抽選の時隣が一番なの受ける。私も動画見て気づきました。その場で気づいていたら悔しさのあまり舌を噛み切っていたかもしれません。今回も抽選番号1番のミッションがあるので、私が引くとこ見ててください。七福負けすぎてて元気出た。
悪魔おる。負けで七福届けます。セブンズ TV VTuber の七福あかねです。最悪。セブンミッション5では嫉妬されるほど勝ちまくっていきたいと思いますので、皆さんは噛み締めるハンカチと奥歯をたくさん用意していてくださいね。その他たくさんのコメントありがとうございました。そして七福あかね初めての EP セブンミッションオフスートがダウンロード販売サブスク配信中です。どちらも概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてくださいね。個人チャンネルで配信も行っていますので、どちらもチャンネル登録と高評価、そして X のフォローもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Bye.